おはようございます。速稼塾の久保です。今回のテーマはね、速稼塾の文字の一つでもある稼ぐということについてお話していこうかと思います。まあ、今ご存知のように世界中でロシア、ウクライナ の、まあ、あの侵略行為ですね、これに抵抗するためにウクライナを応援するためと称してですね、経済制裁というのを行っています。しかしね、この経済制裁、以前のように不明な発信者、まあ、以前のようにですね、グローバリズムがまだ出来上がってない頃の状態だったらまだしもなんですけども、まあ、今のようにですね、グローバリズムが世界中を囲った時に行う経済制裁っていうのは必ず返り血があるんですよね。返り血っていうのは、つまり国と国の交易を止めるわけですから、うちではこういうのができるから買ってくださいねと、お宅ではそういうのができるから私が買いましょうって感じでグローバリズムって成り立っていたはずなんですよ。そうなんですよね。今ね、世界中が一つの国みたいになろうとしているところなんですよね。言ってみれば、お互いの血管がお互いの肉体をこう網羅している関係です。以前はそれぞれの小国で独立してやっていたんですけども、今はね、合わさって一つのことをやってるんですよ。だから必ず制裁した側もその返り血を浴びるんですよね。例えばね、航空機のレンタルビジネスってあったのご存知ですかね。これはお金持ちで大富豪になっちゃった人が、例えば10億円のプライベートジェットを買いますと。そうするとですね、80% ぐらいは経費勘定が成り立つらしいんですよ。ただしそれを事業用としてレンタルに出してくださいよって形なんです。通常自分のために買ったプライベートジェットは節税されません。まあ節税されても10億円のうちの1億円ぐらいじゃないかなと思うんですよね。でもそれを事業用として買って、それをさらにですね、リースでいろんな人に貸すことによって賃借料も入るし、要するにレンタル料ですね、レンタル料も入るし節税効果も高いってことで、まあすごくね、富裕層の間では流行っていたビジネスなんですよ。もちろんこれ合法なのか非合法なのかずっと議論にあったリスクの高い形だったんですけども、今回そのリスクが顕在化しました。というのがね、お金持ちがみんな飛行機を買ってプライベートジェット所有して、それをリースでロシアに貸していた飛行機が5000台ぐらいあるらしいんですよ。5000機ぐらい。それが今回の経済制裁によって戻ってこなくなっちゃったんですよね。で、律儀に戻ってこない飛行機をロシアの整備兵がいちいち整備してくれるかっていうと、そんなことは期待できないですよね。つまりこの確保された5000機のリースの飛行機っていうのは貸し倒れになるばかりか、きっとですね、飛行機が戻ってこない、もしくは分解されてなんか別のものになっちゃうでしょうね。つまり安定した利益の出るビジネスだと思ったものにやっぱりリスクが潜んでいたんですよ。グローバリズムっていうリスクがね。結局お金持ちでも投資のプロでもこんなことがあるわけですよ。ですんで私たち投資のプロとは言えないようなレベルの人はね、もっともっとリスクにさらされて、まあ10億円20億円でお金はなくならないにしても、なけなしの30万50万100万を失うことがあるんですよね。さあ、経済制裁の一つの返り血の例をご紹介しましたけども、私たち国民にとってもものすごい経済制裁の煽りがあります。例えばですね、4月から小麦粉の卸値が 17% 値上げになります。で、ご存知のより、石油天然資源も入ってこなくなりますんで、やっぱりロシアはね、世界有数の産油国ですから、そういった鉱物が入らないことによって、例えばね、小麦の原料が入ってこなくなり、蕎麦が値上がり、カップラーメンが値上がり、その他小麦粉が値上がりするんで、パン全体的に値上がり、これおおむね 10% 値上がりするらしいです。で、当然ガソリンもですね、値上がりしますね。ロシアから液化天然ガスを仕入れて、それを火力発電所に使ってた分が一切なくなりますんで、なんとガソリン代はちょっと前まで150円前後でした。トリガー条項なんとかって言ったのがね、今はね160円170円以上が常態化していて、このまま300円に迫る勢いになっております。今いろんな業者さんが頑張って耐えてくれてますけども、それも時間の問題でしょう。在庫がなくなり、石油の原油の輸入が滞るってことになればね、世界中で取り合いになります。アメリカの原油産出量は世界一だそうですけども、アメリカは自国内で精一杯なんですよ。ここ数年だけでもアメリカのガソリン代って5倍になってますからね。日本以上の値上がり幅なんですよ。まあ、ですんでアメリカもとてもじゃないけども安価に安く国外に放出する余裕はないですから、産油国頼みってことになります。ところがね、サウジアラビアをはじめとする産油国も
今世界中でカーボンゼロに向かっての知ってますから、このまんま太陽光エネルギーとかね、風力発電とかになってくるのを見越して、このまま原油って売れ続けるかどうか分かんないなということになると、小出しにしながら増産せずに高値で売り抜けようとしているわけなんですよね。つまりちょぼ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 と石油が足りない状態にして、なるべく高く売ろうとしているわけなんですよ。これはもう仕方がないことですよね。そんなことがいろいろあってね、原油が高くなれば当然ほとんどの資源を輸入に立っている私たち国日本というのは、全ての商品に物価が高くなります。概算ですけども、今年公共料金の値上げもほぼ 10% から最大値で 40% の値上げになる部分もあると思います。当然ダイレクトに顧客にそれが伝わらないように緩和措置を何かと取ったりとかね、経費削減などで企業内努力をすると思いますけど、それでもね、ざっくり言って来年の今頃は毎月の生活費が20万で抑えられた人は30万ないと同じ水準の暮らしができないということになります。すでに今の時点でも節約してるはずですよね。とりあえず何かこう使わない電気があったら切ったりとか、ペットボトルに水を詰めてね出かけていったりとかして、あんまり買わないように消費をどんどん抑えてます。まあそれによってデフレがさらに加速していたわけなんですけども、さらにこれが加速しますよ。お金を使わない人が山ほど出てくるわけですから、いや正確に言うと使えない人ですよね。なんで使えないかっていうと、稼がないからですよ、ね、いろんな税制面の不利とか社会保障の分取られ方とか激しいと思いますよ。確かに可処分所得は苦しいと思います。でも私たちは自力で所得を上げることはできるはずなんですよ。誰でもこれはできます。ただ今の収入の中でやろうかなっていうふうに家計をプライバリーバランス黒字化しちゃうと、これはね無理ですね。私たちは通貨を発行することはできませんけども、収入を上げていくことはできるんですよ。そのためには商品を持つことですよね。商品を持つ、そして集客をする、販売をする、結局この3つを人生のどっかでやり遂げた人が所得をその時の状況に合わせたように上げていくことができるんですよね。所得を上げることができますから、消費活動も維持できるわけですよ。もっと言ったら消費活動を拡大できるわけですよ。消費を拡大するっていうのはどういうことかっていうと、今日以上に明日は買い物をするぞと、明日以上に来年はもっと買い物をするぞみたいな感じです。ちなみに昨日私洗濯機を買いました。10万円ぐらいだったんですけどね。洗濯機ってあれですよね、1回買っちゃうと10年ぐらい使えますからね。今使ってる洗濯機は中古屋に行って10年前に買ったものなんですよ。2万円で、ね、2万円で10年使っちゃうと洗濯機売れなくてしょうがないですよね。で、生涯に洗濯機って何台買うかなって考えたら、まあ10台買う人はいないでしょうね。私の場合会社をやってる関係でいろんなところに洗濯機を設置したっていう、そういった経緯もありますんで、個人的にはねやっぱり50台以上の洗濯機を今まで買い続けてきたんですけども、でも今は社員もいませんし量もありませんから1台やれば十分という状態になってます。こういった形で企業の規模を縮小すれば売れる洗濯機も減るんですよ。賃貸も今私持ってませんから、当時20店舗あったんですけどね、今それが1店舗もありませんから、その分だけ家賃を払ってる、そのフェーズも低くなってるわけなんですよ。ですので私が一生懸命ね消費を増やしたとしても、当時ほどの消費はどうやっても起きないですね。例えば月間で2000万とか3000万使うような月もあったわけですけども、とてもじゃないけど今そこまではね必要なくて使わないです。特に人件費ね、社員を26名抱えてた時は毎月の人件費だけでも恐ろしい金額になりましたね。やっぱりね、数百万っていうレベルで毎月毎月払って、時には1000万を超える時もあるわけですよ。で、その消費を私は今持ってないわけなんですよ。もう完全に私の身の回りの小さな消費だけで済んでるんですよ。それでもですよ、それでも普通のサラリーマンさんとかね、固定収入が30万40万ある人よりは使ってる方ですよ。でもこの使ってる私すら、当時の時間軸から考えてみたら10分の1ぐらいの消費金額になってるわけですよ。まさに私はデフレを実感しながら、その中でもなんとかねインフレを作り出そうとして、稼ぎましょう稼ぎましょう稼ぎましょうっていう風なメッセージを伝え続けてます。でもこれが迷惑なんでしょうかね。稼ぐためのアイデアを発信していったら詐欺だと言われるわけですよ。先日も動画のコメントにありましたけども、いい加減稼ぐ塾なんてやめろみたいなね。何なんでしょうね。じゃあ稼げないことを広めた方がいいんでしょうか、それとも黙ってりゃいいんでしょうか。私はこれからもね、1000円でも2000円でも1万円でも2万円でも稼げるネタがあるんだったら広め続けようと思います。まあ、そこに私なりの大義があるんですよ。だって所得が低くて困ってるわけですよ。何の悪いこともしてないのに、同じ暮らしをしたいだけなのに、なぜか可処分所得が降りていって
先月と同じ暮らしができない、節約に次ぐ節約をしなければならない、もっと言ったら切り詰めないといけないと。毎日朝から晩まで働いて自分の人生を子にして棒にして働いてるのに、なぜかですよ、生活水準は悪くなるばかり、ね、今40代50代の方、30年前の40代50代の方と今年収同じらしいですよ。でもっと言ったらバブルの頃から比べて200万か年収が200万落ちてるらしいです。これなんでですかと。会社が稼いでないから、結果的にその会社に働いている人にお金分配が少ないですよってことです。これ反対側から言うとですね、社員一人一人の稼ぎが悪いから会社全体の稼ぎが悪い、よって分配も少ないっていうことになるんですよ。何も会社が意地悪をしてるわけではありません。会社っていう得体の知れない存在があるわけではなくて、社員一人一人の働きの合計が会社という一つの団体の組織の結果になるわけじゃないですか。つまり会社が稼げてないってことは社員が役に立ってないってことなんですよね。で、稼ぐってことに関しては組織に入ってやることもたった一人でやることもやることは一緒です。一緒なんですよ。だから会社で稼げないからって言って、その外に自分の力で稼ぐっていうのを求めてもなかなか厳しいと思いますよ。まあ、つまりはですね、結果が出る出ないに関わらず、会社の中で稼ぐ仕組みをちゃんと理解してそれを使ってる人は独立しても稼げる可能性が強いです。でも会社の中で言われたことをやるのが精一杯、もっと言ったらね、言われたことも満足にできない人がどうやって独立して稼ぐんですかってことですよ。束になってもかなわないのに、一人になったらもっと力が弱まるわけですからね。そう考えていくとね、会社頼りの人生がなんとね不安定なのかってことですよ。会社に搾取されてるんじゃなくて、会社を搾取してるわけなんですよね。とてもじゃないけども自分の働きに適した給料をもらえてると思わないね。まさに昔給料泥棒って言葉がありましたけども、ああこの人が辞めてくれれば会社の負担は減るのになって感じでリストラがかかるわけですよ。だってこの人がいるから会社が支えられてる、会社の利益になってると思ったら、誰がその重要な人を解雇したいんですか。昇進させたいですよね。辞めてもらいたくないから分配をもっと上げますよね。つまり給料が上がってないってことは稼げてないってことなんですよ。会社の中にいる以上稼ぐプロのはずなのに、なんで稼げてないんですかということですよね。それはね、今だから言える、私はかつての自分の社員に言いたい。会社の売上の9割を社長が作っていて、社員はただ出勤して決められた時間を過ごすだけ。時間を過ごしたから1ヶ月社員としての立場を守ったからお金をくださいっていうふうにね、そんな形になってるとしかとても思えなかったです。まあ30万の給料を持って帰る人には100万とか200万の売り上げは作ってもらいたいですよね。少なくとも月間で30人50人ぐらいのお客さんは呼んでほしかった。でも実際には会社の看板が呼んだお客さんばかりで、店は回っていて会社は回っていて、従業員一人一人が集客した人っていうのはほとんどいないっていうのが現状でした。これではね、社長はやってられないですよね。ここは吉田さんも大いに共感するところじゃないですか。そして会社員としてお勤めの方は大いに反発するところじゃないですか。いるだけではダメなんですよ。稼がないといけないんですよ。稼ぐとどういうことかっていうと、会社の商品もしくは自分で作った商品を集客して、自らが、もしくは会社の資源を利用して自分の力で集客して、あくまでも会社の資源を利用して自分が集客するんですよ。そして会社の看板と名誉と信頼にかけて自分が販売してサポートまで完了する。この一連の流れが稼ぐっていう力ですよ。そうなると会社の中で稼げてる人が会社を出て稼げないわけがないんですよね。でもしくはね、会社の中で給料が安い、給料が上がらない、稼げてないっていう人が会社を出て稼げるわけがないんですよ。何度も言いますけども、稼ぐ公式っていうのは単純です。商品があって集客をして販売する、ただそれだけですよ、ね、それだけなんですよ。この3つの要素以外はいらないんですよ。なのにこの3つの要素を何年も何十年もかかっても全く手をつけてない人がいるっていうのが実態じゃないかなと思います。もっと言ったら、日本国民一人一人が自分の稼ぎを自分で作ることができれば、いくら増税されようとも、いくら社会保障費が上がろうとも、それに見合った稼ぎ方に変えていけばいい、単価を変えていけばいい、利益率を変えていけばいいってことになりますから、基本的に困ることはないんですよね。ただこれは非常に高いレベルのことを言ってますから、お前やってみろって言われたら私も結構苦しいです。苦しいからこそやるんですよ、ね、苦しいからこそやらないっていう選択をしてませんか。お前やってみろって言われるのは確かですよ。で、私はやってきてるんですよ。10年も20年もやってきてますよ。最初の前半10年は全く稼ぎませんでした。30代は1回も黒字になったことがないです。その代わり40代は1回も赤字になったことがないです。そして50代は
どうなるか分かりませんけども、40代の経験を生かすなら、30代の経験を生かすなら、私は稼ぎ続けるでしょうね。何かの力で稼ぎ続けるでしょう。もう石にかじりついてもです、それは。なぜなら、今話戻りますけども、ウクライナでは多くの人が命をかけて国を守るために、家族を守るために戦っています。守るために戦っているんですよ。文字通り命をかけてです。今日戦った人は明日もしかしたらもういないかもしれない、ね、命をかけた戦いですからね。それに比べて私たちは命はかけていません。言葉では命をかけていると言いますけども、死亡率は非常に低いです。その中でもお亡くなりになる方がいるのを軽んじているわけではありません。ただし稼ごうとして一生懸命やったから死ぬってことはなかなかないですね。で、私がねビジネスを始めた初期、お客様のために死ぬって言ったのはどういうことかっていうと、一日の私の命っていうのは24時間というものが与えられています。24時間最優先でお客様のために自分の24時間を順番に捧げていって、余った時間があったんだったらその時初めてお風呂に入ろうかな、ご飯を食べようかな、トイレに行こうかなっていうふうな順番にしたんですよ。通常は自分の空き時間でビジネス顧客対応するでしょう。私はそれを逆にしたんですよ、まあ、ですんで深夜4時5時しか時間がないっていう方がいらっしゃったらその時間でいいですよっていうのは至極当然のことだと思うんですよ。お客様のために死ぬ、お客様を最優先にして動く、そうやって信頼を積み上げていくしか当時はなかったんですよね。今はおかげさまでこちらのペースで返信しても許してもらえるような環境になりました。あ、そして誰よりも速い返信速度を今でも自分でね自分に課していますけども、おそらく私にメッセージをいただいて24時間以上待たせることは今まで一回もなかったはずです、ね、多分ね3時間以内に遅くても返信があったと思いますし、早ければ10分以内ですよ。そういうふうにして誰よりも早く返信ができる環境を私は24時間持ってます今、うん、それはね今は家族の関係と五分五分フィフティフィフティになってきますんで、時には家族を優先させてもらいます。でもその時でも後ほど返信しますという一報は送ってるはずなんですよ。まあ、そういったことを繰り返しながら稼ぐってことに真摯に私はね頭を振り向けてきているかなと思いますね。特にね偉そうに言うつもりはないんですけども、これは当然のレベルだと思います。私はお金を稼ぐなら、お金を稼ぐなら当然やることのレベルだと思います。だから稼げてない人がもしねいるとしたら、それはもしかしたらお金をもらってるだけかもしれないですね。でこれから繰り返しますけども、可処分所得はどん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 減ります。なぜならウクライナで命を懸けて戦って民主主義を守ろうとしている人の代わりに、私たちは後ろで命は懸けないけども、その人の暮らしも支えるために、これから来る物価高 で経済制裁による返り血、これを大いに浴びてそのぐらいは耐えましょうってことをね国際協調してるわけですよ。どっかででも金がないのは辛いよねっていうふうに言い出す人がいるのは分かります。もうそれも否定できません。でもどんなに生活が苦しくても、どんなに税金が高くても、だから代わりに死ぬってことにはなってないはずなんですよ。でもウクライナでは水がない、今日食べる食料がない、怪我をしても治療薬がない、そして逃れようにも道がない、こんな状態で使い慣れない銃を持ってね人を撃たなければ生きていけない環境ですよ。だからね、どんなに悲惨だと思っても、どんなに心が痛んでもできることはないんですよ。できることはしっかり稼いで経済制裁の返り血を全身で受け止めて、それでも跳ね返すぐらい稼ぎまくってウクライナを支援する、守ることだと思います。もちろんロシアの国民のほとんども戦争を望んでないはずです。一部の指導者が愚かな決断をするんで、みんなが迷惑してるんですよね。まあ、プーチンさんは国家元首としてロシアを統治してますけども、プーチンさんは一回も商売したことないはずです。稼げてないはずです。ただ略奪してるようなもんなんですよ。制度によって給料を得てるはずなんですよ。つまりは制度化された、これは盗賊なんですよね。その制度化された盗賊に対して多くの自由を求め、自分の力で生きていこうとする人が最後の力を振り絞って今戦ってるところではないかなと思います。まあでもね、制度化された盗賊のやることですから、もしかしたら禁じられた最後の選択をするかもしれませんね。でも私はね思いますよ。たとえねこの地上が焼け野原になっても、生き延びているなら私はそこでビジネスをしますね。なぜなら私は喋ることができるからですよ。だから私が焼け野原の地球をもう一回やり直せと言われたんだったら、そこで宗教を始めますね。宗教と政治を同時に始めて、
多くの人を導いて、そこから私は所得を得て生きていく道を選ぶと思います。それでは本日は以上です。稼ぐについてちょっと真剣にお話ししてみました。いってらっしゃい。